本当にその日は結構負けてめっちゃ悔しいっていう気持ちになって、うん、やっぱソロでやるのとチームでやるのはその結果も全然違うし全く別物やなっていうふうに本当にその戦いで感じました。自分たちのチームはそう3ラウンドあるうちの3ラウンド目をめちゃくちゃちゃんと考えてたんですけど、そこに結構作るのに時間がかかってしまったりとかしてたんで、このもうちょっとスムーズに進んでれば1ラウンド目と2ラウンド目考える余裕があったりしたのかなって思います。そう、まあ、次の本当に課題がどういう感じになるか分かんないですけど、練習するときはもっと全体を見て練習するというか、いろんなこと考えながらもっと練習しないといけない。切り替えて前向いて次に向けて頑張ろうという気持ちで毎日取り組んでるんで、あんまりもうそのマイナスな感じではなくてポジティブに考えて、まあ、毎日頑張ってるかなって感じです。もうあの日を軸に生活してたんで、終わった喪失感というか、あ終わっちゃったなみたいなのは翌日はすごかったです。結構次の日とかはもう本当なんか部活でいう大事な大会が1個終わって負けたその後みたいな、翌日は結構大変だったなっていう感じでした。本当にまずは2人ともにとにかく感謝です。本当にもう最年長ではありながらもダンスがやっぱ苦手というか、まだまだ浅い自分をすごい引っ張ってくれたし、2人にはできて自分がなかなかできないってやっぱあったんで、そういう時に結構メンタル来るというか、なんか他自分だけの勝ち負けじゃないからこそ3人のチームで1つの勝ち負けになっちゃうんで、僕ができないとみんなの負けにつながっちゃうし、そのなんか足を引っ張りたくないみたいな焦りっていうのはこのディグの1回戦までの期間もものすごくあって、なんかそういう時にやっぱ自分も人なんで落ちちゃうというか、そんな自分もこう2人とも結構こう大丈夫ですよみたいな、すごい助けてもらったし、まあとにかくダンスは絶対にすごくなってみせるんで、まあ、シーズン1ではまだまだ未熟な部分も多かったんですけど、そこはなんか温かい目で成長行くわよ見せれたらなと思うので、そこは応援していただきつつ、まだ僕の武器を見せてないんで歌だったり歌声、そこはもうどんだけすごいのかってハードル上げてもいいぐらい自分で自信がある部分なんで、ちょっと見てる方も楽しみにしていただいていただければなと思います。とりあえずバトルのことについて3人で話して、まあ、楽しかったっていうのは一番最初に話したんですけど、まあ、やっぱ内容的には楽しくできたけど悔しかった、もっとできたんじゃないかなみたいな話も一応したんですけど、アクロバットだけじゃなくてダンスの部分、まあ、簡単な振りでもそうですけど、まあ、やっぱ自分の体に染み込ませるのが一番大切なことなんじゃないかなと思いました。ただアクロバットをやってもダンスにつながらなかったら単体と単体でしかないんで、それをこうガッチャリしたらそれこそすごいものになるんじゃないかなと思ったんで、そこを考えていきたいなと思いました。まあ、今回のダンスで、まあ、バトルで負けてシーズン的にはダンスシーズン終わったんですけど、まあ、やることとしてはほぼ初体験なことばかりなので、まあ、新しいことに挑戦しつつ、まあ、もちろん自分も全力で勝つ気でやっていきたいと思いました。すごい悔しかったのがあって、まあ、その日も全然寝れなかったんですけど、まあなんか1日2日経って自分の中で気持ちの整理がついたんですけど、やっぱイエローチーム見ててもそんなことやってくるねんやみたいな、そりゃもう面白いわみたいな、バトルしててこっちも楽しかったので、なんか僕ら自身ももっと引き出しがあったらよかったのかなと思って、まあ、今回このファーストステージのダンスの部分では脱落しちゃったんですけど、でもなんかこの脱落したことやとかいろんな悔しい思いをしたりとか、ステージに立ってるみんなを今後見てこのファーストシーズンの間見なきゃいけないっていういろんな気持ちを持ったからこそいろんな課題も見えてきて、次に向かう姿勢が早く僕はつけれたので、今後出てくるであろう歌う、そして歌とダンスとかラップの要素とかいろいろあると思うんですけど、歌って踊るっていうのが一番僕の武器だと思ってるんで、なんかそこの部分で
もう引けを取らない準備できた状態で全部挑んでいきたいなと思います。